皆さんこんにちは、柚月ゆかりです。今日は天気も良く、さらに涼しかったため、当初の予定と異なり、屋外のネタで行こうと思います。では、ラジコン飛行機を飛ばそう。第23回、大きなスケール機でも8の字飛行をしよう、をお送りします。風はカメラミフィから5ノットです。ちょうど良い風ですね。それでは行きましょう。ローリング、機体が大きいので助走が楽です。それでもしっかりと助走しましょう。ギアアップ。さて、今回使用している機体はスーパーマリンスピットファイアマーク9の C6 で、武装は V タイプです。ラジコン飛行機としてはフリーイングフライトラインシリーズのスピットファイアマーク9の大きい方。幅は 1600mm、 飛行重量 3.7kg、 使用バッテリーは 6S5000mAh。 これで20分程度の飛行が期待できます。さて、一応8の字飛行をしていますが、もう気がついたでしょうか。先日の幅 1100mm の機体たちと比べて明らかに優雅に飛んでいるということに。ここまで大柄になると明らかに楽になります。ではなぜ普段飛ばさないかという話ですが、巨大で持ってくるのが大変だからです。なのでこんな飛行が良い日だけ連れてくるのです。がラジコン飛行機業界としては実は中型です。大型は幅 2000mm 超えの機体です。幅 1400mm で中型の入り口です。のでこの幅 1600mm の機体は中の中サイズと言えます。恐ろしい世界ですが、まあ皆さんもすぐに慣れますよ。私は慣れそうにありませんが。さて、せっかくなのでローパスもしてみましょう。これに関しては大きいからやりやすいということはないですね。大柄なので遠くで演技をしても迫力があるという意味では楽です。安定しすぎていて姿勢のズレの修正に時間がかかります。あと乗ってるサーボがちょっと、いいんです。どうして毎回ローパスするの？と思うかもしれませんが、まあそのくらいは付き合ってくださいよ。儀式みたいなものなんですよ。これは良い感じに侵入できそうです。どうですか、学校いいでしょう。それでは着陸します。ギアダウン。ランディングフラップ。この機体のフラップ、実物同様に機体中心付近まであるので、ターンレフト360、着陸は見物ですよ。ランウェイインサイト。コンティニュー。非常にたやすく着陸できますね。次回は同じ機体で着陸の練習をお届けする予定です。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。柚月ゆかりがお送りしました。